はいどうも、神仏応援団流です。今日はですね、瀬尾律姫の不思議な出来事その2をお話ししたいと思います。ハレルヤ。はい、ということで、今日はですね、瀬尾律姫の不思議な出来事その2ということで、前回のお話ではですね、まあ、神社をですね何社も回ってて、で、まあ静岡県の、まあ、三嶋大社の奥宮である瀬尾律姫が祀られている滝川神社でですね、瀬尾律姫様からのメッセージを受け取る、まあ、滝流さんという方と、まあ、会ったと。で、瀬尾律姫様から、まあ、10時に、会わせたい方が来るのでそれまで待っていてくださいと言われて、10時になって現れたのが僕らですね、神仏応援団のメンバーたちであったというところだったんですよね。はい。で、そんな不思議なことがあるのかということで、で、まあ、その時はですね、滝流さんとこう、まあ、連絡先を交換してですね、で別れたんですけども、ですね、で結局その滝流さんが何をされてるのかと言いますと、まあ、瀬尾律姫からまあ、メッセージを受けまして物語を書かれているんですね。でこれが瀬尾律姫 の、まあ、15の物語っていう、まあ、物語15のですね、その話が、あるんですけども、これが、お話を聞いてると YouTuber のですね、ミロクさんっていらっしゃると思うんですけども、このミロクさんのところにですね、この物語がお渡しされてると。でまた弥勒さんがその物語を、まあ、世の中に広げるといいますか、まあ、そういうですね、状態になっていたと。でそのうちの、まあ、僕がその話を聞いた時はですね、その15の物語の2話まではですね、弥勒さんの YouTube チャンネルの動画に上がってたという形でした。で現在は、その15話が一つにまとまってアップされているんですけども、そのような形で、その動画がですね、弥勒さんのチャンネルから、まあ、発信されているという状態だったんですね。で、まあ、そうなのかと。で弥勒さんのところのチャンネルですね、動画を見に、行ったわけですね。そのチャンネルの情報を、まあ、見に行ったんですけども、そうすると、まあ、私が感じるんですね、この物語っていうのは、まあ、瀬尾律姫から、まあ、世界に向けて、まあ、特にですね、まあ、日本人に向けてですね、発せられたメッセージだなというふうに感じたんですね。でこのメッセージが、まあ、すごくですね、うまくできてるというか、まあ、受け取り手によって、まあ、メッセージの内容が、まあ、変わるわけですよ。で、まあ、変わるんですけども、それがその受け取った人、受け取った人それぞれの、重要な部分に、語りかけてくるメッセージになっているという仕掛けがされているなというふうに感じたんですね。で、これはなかなか面白い物語だと。で、またその物語ですね、まあ、またその弥勒さんのチャンネルの、その動画のですね、URL を概要欄に載せておきますので、ぜひですね、その物語を、まあ、見ていただきたい、聞いていただきたいというところが、まあ、あります。で15の物語なんで結構まあ長いんですけども、まあ一つの動画でまとめてアップされてますので見やすくなっていると思います。なので、ぜひ見ていただければなと。でここで、まあポイントはですね、その瀬尾律姫様からあなたへのメッセージがそこに、入ってますよという、そういうですね思いでその物語を一つ一つ、まあ、見ていただきたいんですね。どうやらですね、僕が、まあ、見るにその前世の生まれ変わりの話なんかが入ってたりするんですけど、これはですね、なかなかこう 実在する人物、まあ、今世ですね、実在する人物がまあ絡んでいるなというふうにも感じまして、なかなかですね、この目に見えない世界とこの現実世界のまあ架け橋みたいになっているお話でもあるんですよ。ですのでぜひですね、ここを見ていただければなというふうに思います。でまずはですね、そんなところから、滝流さんのお話を聞けたというところまでがこの2のお話としたいと思います。また続きはですね、別の動画でお話ししたいと思います。ということで、神仏応援団流中でした。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。あなたの友達登録お待ちしてます。